ラファエロ作、アテナイの学童に描かれたプロトゲネス。同時代の画家ソドマがモデルと言われるプロトゲネスは古代イリシアの画家。アペレストは同時代人でライバルであった。プロトゲネスはカリアのカウノスで生まれた。しかし、4世紀の後半にはロドス島に住んでいた。プロトゲネスは素描、色彩画の両方とも、その綿密かつ入念な仕上げで名高い。 最大のライバル、アペレスは、プロトゲネスの絵の一枚を見て驚き、魅力が足りないということでしか、自分を慰められなかったということだ。イアルソスという作品には7年を費やした。サチュロスという別の作品が描かれたのは、アレクサンドロス3世のディアドコイの一人、デメトリオス1世による、ロドス包囲戦の最中で、しかも、プロトゲネスがその絵を描いていた公演は、 敵軍の野営地の真ん中にあった。それでもプロトゲネスが無事だったのは、デメトリオス一世が頼まれもしないのに、プロトゲネスが安全でいられるようでを打ったからだった。それ以上だったのが、攻撃を開始したはいいが、町に、イアリソスがあると言われて、デメトリオス一世が慌てて、作戦を変更したことだ。イアリソスとは、地元の英雄、等の名前と同じロドスという町の建設者で、 おそらくプロトゲネスは、狩猟家として描いていたものと思われる。その絵は、キケロの時代までロドスにあり、その後ローマに移された。しかし、平和の神殿の火事で消失してしまった。一方、包囲中に描き続けた、サチュロスだが、山うずらの形をした柱に何もせずもたれかかっている、サチュロスが描かれてあったのだが、見物人はその柱がものではなく生きているように、 見えると言った。それを聞いて、プロトゲネスは激怒して、絵から山うずらを吹き取ってしまった。このサチュロスは、おそらく彼の後期の作品の一つだったに違いない。プロトゲネスは、すでに70歳になっていて、ここ20年ほどは、友人かつ講演者のアペレスと並び称され、悠々自適に過ごしていた。プロトゲネスもアペレスも共に、見事な彩色画家で、もし時代が許すなら、 フレスコ画も描いたことだろう。共に、絵の練習に熱心で、おそらく、輪郭の明瞭さ同様に、大胆な遠近法の技術も獲得していたのでは、ないだろうか。大プリニウスの、博物誌には次のような逸話がある。アペレスがプロトゲネスの家を訪問した時、プロトゲネスが不在だったので、アペレスは、誰が来たかを伝えるため、絵を描くために用意してあった、大きな板に、 筆でとても綺麗な直線を描いた。帰宅したプロトゲネスはそれを見て、その線の横に別の色でもう新たな直線を描いた。再びやってきたアペレスは、プロトゲネスが自分の線より綺麗な線を描いたのを見て、挑戦だと思い、2本の線の間にまた別の色の線を描き加えた。その絵は大変称賛されたが、火事で失われてしまった。 アテネのプロピレアのギャラリーで、プロトゲネスの描いた遺体が見られることになっていた。アッティカ海岸、パラロスとハモニアスを擬人化した二人の人物が描かれたものだった。また、アテネの議会のために、プロトゲネスはテソモテ体を描いたが、どんな形式、種類の絵なのかは分かっていない。それらの絵は、アテネで制作したものと思われる。ひょっとしたら、アリストテレスとあって、 アレクサンドロス三世の業績をテーマにするよう勧められたかもしれない。プロトゲネスのアレクサンドロスとパンはその忠告に従ってその精神を彼が慣れているものに理想化したのかもしれない。その精神はロドス島の伝説上の人物を描いたキューディッペイとトレポレーモスまで遡らなければならないに違いない。プロトゲネスは肖像画も描いてその中には アリストテレスの母、悲劇詩人、フィリスコス、それに、デメトリオス一世の父アンティゴノス一世のものがある。さらに、プロトゲネスは彫刻家でもあった。運動選手、武装した人物、狩猟家、イケネを捧げる、人々のブロンズ像をいくつか制作した。ありがとうございます。